ジシャン、オートハープ奏者。バージニア州ヨークタウン生まれ。オートハープを海外を含めた音楽家や多くの人に知らしめ、また、オートハープにおける近代メロディックスタイルの創始者の一人とされる。ブライアン・バウアーズは1980年にマイク・クロスの曲座スコツマンを録音したことで、コメディラジオ番組ドクター・デメント・ショーの聴衆の間で人気を博した。1993年、 ブライアン・バワーズは、マザー・メイベル・カーター、キルビー・スノー、サラ・カーターらが所属するオート・ハープの殿堂入りを果たした。2006年、2007年と2年連続で、シンプブリッスル・コンパインとセプテンバー・イン・アラスカをリリース。ティム・オブライエン、サム・ブッシュ、スチュアート・ダンカン、エンライトとオブライアントなどのゲストが演奏と歌を披露している。これは、ブライアン・バワーズのディスクであり、 彼の絶妙な音ハープが多くの曲に味付けをしていると2006年11月のブリッスルコンパインのブルーグラスアンリミテッドのレビュアーは書いている。ブライアン・バウアーズはテーマに沿ってたようで、叙情的に強い曲を選んでいます。パワフルなラブソングや生年に関する不誠実でない瞑想曲、そして心を揺さぶるインストゥルメンタルがあります。彼は多くのホーク、ブルーグラス、 カントリーのパフォーマーのような陳腐なものをうまく避けている。彼は現在も活発な演奏と指導を行っている。ありがとうございます。